こんにちは、ブランドバイヤーズ社長です。週末入荷第2夜、今回はまあランダムですね。ポップスだったりアニメだったり、まあ、リンキンパークとかその辺も結構ありますので、ぜひとも最後までご視聴お願いいたします。今週土曜日お昼1時から店頭にて先行販売開始、月曜日の、夜9時からオンラインストアにて販売開始になります。それでは早速いってみましょう。1着目ですね、アキラのこちらです。久しぶりのはずなんですけど、どうでしょうか。なんか断るたびに出してはいるつもりなんですけど、結構ねここまでコンディションのいいの久しぶりかなと思います。お願いします。続きましてがマドンナです。入れども入れても入れますね。ガーリーショーのバックステージパスです。なのでちょっとお値段高いですけど、ヘインズのこれ XL、 なかなか多分バックステージパスこれ持ってる最後なんで、おぜひね。続きましてが指差しファックですね、のデルタです。これデルタは珍しいんですよ。比較的古いです。何年にもわたり出てますけども、デルタの個体っていうのはなかなか見ないと思いますので、まだ買えてない方もうラストチャンスかな。めちゃくちゃ仕入れ高くなってますんで、多分今回の買い付けでも買えないと思います。顧客様の中で今非常に着用率の高いドッグファーザーですね。そこまで高くないんで、これシンプルにかっこいいんですよ。ゴッドファーザーのパロディといいますか、スノープドッグの T シャツです。文字だけって感じで、サイズ感もいいですよ。これおぜひにお願いします。エミネムのマーシャルマザーズからオールスポーツタグのついた完璧な1枚バックプリントリメンバーミーです。サイズもいいです。本当に理想的なサイズだと思います。最近響きが来てますね。ピクシーズのこちらも入荷しております。キスの僕が今までまあ扱ってきた個体の中でも特にサイズバランス最高かなと思う一着です。身幅と着丈のバランスが本当に、今まで買えなかった方もしかするとラッキーかもしれませんね。本当にいいサイズバランスの理想的な一着。ボディの質感からしてユーロだと思います。タグは飛んでますがユーロで間違いないですね。リブの作りからして発色も綺麗です。全体のフェードの感じも最高で、リンキンパークが続きます。ガスマスク、前回即完売でしたね。ガスマスクと、リンキンパークのこちら、これ初入荷だと思います。かっこいいですね。こちらとで文字だけなんですけど、これね狙い目なんじゃないかな。サイズ感もめっちゃいい。ボックスシルエットで普通にかっこよくないですか。これリンキンパークとコピーライトもしっかりと入ってます。こちらとデザイン買いですね。なかなかブラックサバスってあんまり入れることないですけど、めっちゃかっこええやんけって。クロスパーポーズツアー、え、めっちゃよくないですかこれ。色最高でしょ。見えますか。でバックプリントもしっかりあって、そんなバカでっかいのサイズじゃないです。こういうのねさらっとね秋風ねインナーできるとかっこいいと思うんですよね。個人的にはお値段もそこまでやっぱりブラックサバスって高くないので、ぜひともお願いします。次、マイケルジャクソン、ほぼ同デザインでオフィシャルとブートいきます。こちらオフィシャルです。このデザイン、グラフィック、アートワークといいますか、皆さん見たことあると思いますけどね。こちらとブート、明らかブートですね。解像度は当然こっちのオフィシャルの方がいいですけど、ブートはブートで味がある。ブートはこのバックプリントが最高なんです。はい、このつま先だしね。これはね僕はコーツつけがたいなと思います。両方とも欲しい。このコンパクトかつ丁寧にまとまった一着も良しだし、もうザ・ブートな感じのバックプリント最高のこちらも、ほんまにどっちかな。珍しく僕もどっちにするって言うと多分悩むと思いますね。これフェードの具合はねこっちのオフィシャルの方が良かったりするんですよ。とても難しいです。続きましてが、ラップティーですが、非常にお安いウーマンミリオンマーチです。過去最安額でお出しできると思います。安く買いました。サイズ感バッチリ、ボックス大きめ。ラップティーっていうとね全然10万オーバーが当たり前の世界ですけど、めちゃめちゃ安いんで、このデザインは着たいんだよねって。色はほんと綺麗でめっちゃかっこいいんですよ。これ女性の方が着られてもかっこいいですね。メッセージ性強くて大きめなんで、女性の方であればパーカーの上とかにねいただいたり、いろいろそれこそシェアしていただいたりとか、本当に幅が広がる一枚だと思います。今のご時世いいんじゃないでしょうか。ウーマンミリオンマーチです。女性は偉大です。大切にしましょう権利もね。最後アップルに参りで本日終了。おそらく当時のスタッフ T だと思うんですよ。長袖のコットン T シャツで、もう少し年月が経ったスタッフ T だと綿ポリだったりポリエステルだったりちょっと化学繊維が入るんですけども、これコットン100なんで嬉しいんじゃないですか。コットン100ってで、サイズもねめちゃくちゃいいです。シンプルだけど、はい、センタースウォッシュならぬセンターアップル、これボロボロまで来たらかっこいいんじゃないかな。おしゃれでずーっと着れると思います。おぜひお願いします。ラストがミッションインポッシブルとの、コラボというか協賛というか、アップル T シャツ、これも久しぶりですね。バックプリントには、ミッションインポッシブルの主人公、トム・クルーズのイーサン・ハントの指紋の
プリントは入ったり、袖プリもしっかりと入っております。ってな感じとなっております。今回はちょっと週末入荷は比較的お値段控えめで選びがいのある感じにさせていただきました。ちょっとね、まあ皆さん買い疲れもあるかなということで、僕なりにも3万円ぐらい持ってグレートランド来ていただければ楽しめるようなラインナップにしたつもりです。3万円っても高額ですけども、ここ最近は本当に高くなっちゃってますので、3万円握りしめて、ぜひともグレートランド大阪今週土曜日お昼1時から遊びに来てください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。足早でございましたけども、はい、ではお待ちしてます。バイバイ。